佐藤の腕時計紹介。今日は不動産投資にも普段使いにも使えるギアの紹介をするわ。この時計は日本の誇る計算機の頂点、カシオ計算機さんが開発された G-SHOCK、その限定版よ。今出てきた左上の樹脂モデルがベースになっているわ。こちらは約2万円。ありがとう。こちらはチタン製とはいえ、価格設定は超強気の約18万円。発売当初は買えなくて、投稿者は販売終了までに買おうとなんとかお金を捻出。さあ買える。という時にはあまりの好評にすでに売り切れだったわ。しかし、投稿者は諦めなかった。ベースモデルを買ってきて、自力でダイソーを完走したわ。エースモデルは当時欲しかった黒文字液晶反転モデルよ。調子こいて反転液晶モデルを買ったけど、ほんと見づらいわ。新たに買われる方はノーマルの現行モデルをおすすめするわね。さすがは世界的人気の G-SHOCK ね。これを買った2020年当時は中国から個人輸入しなければいけなかったけど、今は楽天さんでも Amazon さんでもパーツは買えるわ。概要欄にリンクを載せておくので、よかったら見てみてね。投稿者がアリエクで買った時は運よく大丈夫だったけど、最下3割は不良品が届くわね。今は日本から買えるからとっても便利。 DIY や空き家再生に有効な G-SHOCK、 ぜひ使ってみてね。全然チープじゃないわ。